ございます。和也のマグレーツ、今日もよろしくお願いします。さて、今日は雨の農道を走ってみたいと思います。やっぱり滑るのでね、安全運転で行きたいと思います。それでは行ってきます。ということで、今日は雨の中仕事に行ってみたいと思います。まあ雨の日はね、こう割と患者さんが少なくゆっくり過ごせることが多いので、まあ今日はね、ちょっと体調があまり良くないっていうか、最近ずっと悪いので、まあ少しゆっくりできると、仕事中に休めるかなっていう、っていうか仕事中に休むなって話ですけれども、まあ、仕事中にね、ちょっとゆっくりできると体が楽になるかなと思います。ということで、和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。